どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ折り紙キングやっていきたいと思います。さあ、海原タワーですね。ボスを倒したんで、ヒントを探しましょう。紙の光が一つに集まり、極楽へと導く。極楽か。そういえば極楽ってここじゃないんだ。じゃあ。これ氷紙だよね。あのスイッチみたいなのを押すんじゃないかな。ほい。おお、光った。じゃあ、他のもやっていきますか。これは日神様だね。でも、神様は4つってことか。そうなると5つ目出てくるのかな。はい、2つ目。さて次は水神様だね。結構神様を使うシーンが増えてきたね。さあ、火もきれいになって、最後土神様か。トンとね。さあ、最後、最後。さあ、土神。さあ、これで叩くとどうなるかというところだね。ってことは、そもそも神様の力がないとどうしようもなかったってことだね。おお、光の柱だ。光です。光がシュピーンと雲の上まで。あの光が私たちを呼んでいるの？知らん。それは知らん。まあ行くしかないんだけどね。じゃあ光の柱へ。おお、飛んでる。あれ、でもオリビアちゃんはずっと飛んでるから行けたんじゃね。さあ、天空スーパーランド。ここどこ？とっても高いところまで登ってきたみたいですけど、真っ白でよくわからないですわ。確かに。まあ、緑の紙テープがありました。真っ白の中に伸びていってる。行ってみます。行ってみよう。行くしかない。そういえば。そうそう。あ、だよね。アクセサリーで、OK か。よしよし。キノピオたちほとんど見ないもんね。さあ、雲が、行けると？おー、すげえ。キノピオのマークだ、しかも。おいでよ、パラダイスへ。うさんくせえなー。あら、楽しそうな看板ですわ。パラダイスってどんな楽しいところなんでしょうか。ワクワクしちゃいます。パッと見がね、キノピオっていうのがね、あいつ天空人なの？何もなし。よし、行こう。
さあどうなってるんだろう。あ、普通にキノピオいる。いらっしゃいませ。天空スーパー、スパーランド、スパーランド。あ、スパーってことは温泉か。わー、天空スパーランドですって。天空って何？スパーランドって何？どうしてキノピオさん白いの？パラダイスってなんだか不思議なところですわ。あ、やっぱ普通のキノピオなのかな？羽生えてるけどね。温泉アミューズメントパーク、天空スパーランドへようこそ。いらっしゃいました。こちらでは心と体を癒す様々な温泉をゆったりとお楽しみいただけます。わーい、それはとってもパラダイスですわ。そういえば私も心も体もゆったり癒されたいですし。料金は入湯税込みで1000コインとなりますが、ご利用になられますか？まあ、入ろう。わーい、パラダイスゆったりですわね。ご利用ありがとうございます。ところでただいま特別イベントとしまして、スタンプラリーを実施中です。こちらの用紙をお持ちください。まあでも、来れる人が限定されてるからね。温泉に入られましたら、スタンプ台にてそのカードを、あ、スタンプを押す感じか。温泉ラリーだね。すべてのスタンプを集めてこちらへお持ちいただくと、スペシャルな特典がございますと。楽しみなんだね。じゃあ、温泉楽しみますか。あ、まさかの、スーパーマリンゴ。スーパーマリンゴ。いえいえ、これは、スパーマリンゴ。ん？あ、ダイヤ島の試練にアクセスするため、当スパーランドが用意した、送迎用潜水艇です。そうそう、このスパーマリンゴには、とある裏話があるんですよ。ああ、ぜひぜひ。はるか昔、このマリンゴがキャプテンピオというキノピオに盗まれたことがあったそうです。あいつ、泥棒なのか。海賊だしね。ピオは温泉好きのキノピオ王にマリンゴを返して欲しければ自ら王にしろと要求したとか。しかしキノピオはこの脅しに屈することはなく、王朝総出でピオを捜索し、ついにピオは捕らえられ、二度と悪さをしないよう冷凍庫で氷漬けにされたそうですよ。へえ、あいつ悪いやつなんだね。じゃあピオさんは氷が寒くて生まれ変わったのかも。だっていい人だったもん。確かにね。じゃあ、こっちから行きますか。お、ワールド5。全く戻んないんだよね。あ、ここは違うか。ベンチじゃないのか。あ、古代キノピオ町ね。読む。クーちゃん。空だから他あるかな。こっちは天くん。くーちゃん天くんの区別がわかんねえ。さあ、温泉温泉。まずは清めの湯。効能、切れ、破れ。髪は破れるからね。このお水、あったかいですわ。もしかして、お湯ほっかほかですわね。おお、めっちゃ裸やけどな。温泉出ますか？お湯に入ることなの？うん、マリオンさん気持ちよさそうだけど、折り紙の私が入っても濡れて破れたりしないかな。ドキドキだけど入ってみます。帽子取るんだ。はあ。パラダイス、良いとこ、一度は、おいで。いい湯だわ。ああ、こりゃこりゃ、ちょいとな、ちょいとな。とっても気持ちいいですわ。心と体が癒されるってこういうことだったのね。私、温泉ハマっちゃうかも。髪だけどね。君は、ここまで来たんだね。湯加減どうです？あら、ペラペラの方もこんな雲の上まで来るなんて、みんな温泉が好きなんですね。
一時動かないとっていう感じだね。オケもあるしね。さあ、スタンプ一つ目。押し方。押したよー。じゃあ、ドンと頭ぶつけて。伝説のハンマー。近くの敵を叩いて攻撃する。すごく強くなった。伝説のハンマーこんなところにあるの？え？伝説のハンマー？いつ使うんだろう？伝説のブーツがじゃあ出てくるわけか。おー、すごい。わー、雲が白い。空気薄い。まるで天空みたいですわ。あ、天空スパーランドってそういう意味か。そうそうそう。緑のテープは？あら？あの、怖いお顔みたいな何かしら。あ、すごいクッパ城じゃん。癒しのスパーランドにあんまり合ってないような気がします。そうだね。あ、掃除のおじさんだ。ちょっと聞いてみようかな。掃除のおじさん。おじさーん。カメックじゃん。マリオくん、マリオくんじゃありませんか。お前、くんづけなの？掃除のおじさん、マリオさんとお知り合いなの？かー、知り合いも何も。私は、クッパ様の側近として、これまで何度もマリオくんと戦ってきた。伝説の魔法使い、カメック様ですぞ。私、オリビアです。マリオさんと旅しています。カメックさんは伝説になるほどお掃除が上手なんですね。すごーい。いやいや、これはその、いろいろと事情があってですな。ちょっと聞いてくれますか？あー、聞いてあげるわ。ピーチ城から脱出したクッパ様は、私どもの待つクッパ城まで戻ってこられたのですが、あ、戻れたんだね、ちゃんとね。すでにその時、クッパ城も折り紙兵たちに乗っ取られており、クッパ様も囚われの身に。そこで私は緊急事態のために用意されている秘密のボタンを押そうとして、間違って隣のエンジン停止ボタンを押してしまいました。エンジンボタンと一緒のところ置くなよ。そうすると、エンジンが止まったクッパ城は運悪く天空スパーランドに墜落してしまったのです。おかげでこちらは大迷惑です。クッパ城が落ちてきたのは言葉あろうか宴会場ですよ。宴会場はたくさんのお客様が利用されるとても大事な施設なんです。めっちゃ計算してる。建物や厨房の修理代、お皿やグラスも全部割っちゃったし、とにもかくにも。大損害です。クッパ軍団にはその分ここでしっかり働いて全額きっちり返してもらえますよ。とまあそういうわけです。そっか、あれってクッパさんのお城だったのね。緑のテープを取るにはあの怖いお顔の中に入らないといけないのか。ほほん、クッパ城に入られますか。クククそれなら私がご案内いたしましょう。こちらです。さあ、どうぞどうぞ。1、2、3。右、いくな、4、5、6、7。おー、広い広い。あ、君も？真面目に働かないと怒られるんです。まあ、そりゃあね。天空小僧の足湯、源泉かけ流し、かけ流し。やっべえなぁ。まあ、仕方ないな、ついていかないとダメ。無敵のクッパ軍団がこんな姿。ああ、情けない。ほんとだよ。さあ、セーブして。おー。さあ、クッパ城に着きましたよ。どうぞお入りください。ただし、入れればですがね。クククク。入れればですがね。どういうこと？おー、そういうことね。
雷か。かあ、やはりマリオくんでもダメでしたか。あの折り紙兵が雲の上で待ち構えていて、地上からは手が出せません。私と空飛ぶほうきも折り紙兵たちに取り上げられてしまいまして。ああ、こんな時、雲の上まで飛んでいける仲間がいてくれたら。お父さん。お父さん？あ、コクッパじゃん。ああ、あれは。空飛ぶクラウンを自在に乗りこなす、わんぱく盛りのクッパ様のご子息、クッパジュニア様。坊ちゃんなら雲の上などひとっ飛びです。いいところに来てくださいました。あ、ハサミだ。うわあ。坊ちゃーんって、いや、ほんとそうだよ。やべえ。マジで。ああ、最高のタイミングで坊ちゃんが片付けてくれたのに。見せ場もなく一瞬でキレキレのバラバラになってしまった。ほんとね。これ戻るの？ああ、バラバラになって何を言ってるのかわからない。女姿でもう空飛ぶなど、できっこないですぞ。そうか。ねえ、カミックさん、ここの温泉とっても癒されますわよ。ジニアさんの体も温泉に入れば治ったりしないかな。なるへそ、それです。確か入り口近くの清めの湯が髪の切れに効くはずですぞ。へえ。めっちゃ泥まみれだけどね。マリオくん、坊ちゃんの切れを直しに清めの湯へ行きましょう。きっとバラバラの体が元に戻ってまた飛べるようになりますぞ。そうか。さあ、清めの湯へ。めっちゃ切られてたもんな。バッサリだったね。でも今までのマリオシリーズでそういうシーンってないもんね。ざっくり切られるっていうのはね。さあ、入れちゃい。なんかいるー。あれ？なんか見たことあるな。キーなんですか、こいつらは。温泉一人、三人締めとは。すいません、私たち、切れちゃった仲間を直したいんです。あんたたちもどこが切れちゃったの？切れてねえよ。なんだよ、何その小力のりは。わー、切れてないのに怒ってますわ。さあ、めっちゃ出てきたね。違うね。回数が少なかったね。まあ仕方ねえか。名前なんだったっけ。そう、見てなかったの。28。まあ倒せないよね。ブル。ブルね、懐かしいね。スーパーマリオシリーズだっけ。どうせこの後回復できるしね。おお、めっちゃ強え。カミックめっちゃやるじゃん。いて。あ、増えた。そうなんだよね。こいつら増えるんだよね。無理だね。そうだね、久しぶりに応援してもらおうか。
はい、マックス。ほんと金にがみついな、こいつ。おお、綺麗に並べたね。さ、アイアンブー、あー、そっちではない。まあいいや。さ、アイアンブーツ壊れた。キラーアイアンで、とりあえず踏んでおいて、壊れてない。あー、結構回復した感じか。おお、魔法強えなー、カミックやっぱ。すまんな、先にコインを取らせてくれ。はい、でも汚れてるからな。ほらほら、坊ちゃん、しっかり肩まで使って。どうですか、坊ちゃん。おお、すげえ、くっついた。おお、切れた体がつながりましたぞ。さすが清めの湯。おえ、カミック、お父さんが捕まったって聞いて飛んできたのに、いきなりバラバラにされて訳が分かんないぞ。まあ、ごもっともですね。あ、なんだよ、マリオも一緒か。いつから仲間になったんだ。私、オリビアです。紙テープと温泉にハマり中の折り紙なの。坊ちゃん、折り紙兵が邪魔をしてクッパ城に入れないのです。そいつを倒すためには空を飛べる坊ちゃんの力が必要なんですよ。わかった。それじゃあ早速そいつを倒しに行こう。お前今やられたばっかじゃねえか。あれ、おかしいな、飛べないぞ。そりゃそうです、つながったところが折れ目になっちゃってますよ。しかも落ちたショックでシワシワに、おまけに泥だらけ。そんなからじゃ力も入らず空を飛ぶなんて到底無理ですぞ。俺もシワも泥汚れも全部温泉で癒したらいいじゃない。そしたらスタンプも集まってとってもいい感じ。そうですな、幸いここにはたくさんの温泉があります。さあさあ坊ちゃん、私がおんぶして捧げますよ。そういうおんぶね。それでは坊ちゃんが元気になってまた空を飛べるように、俺、シワ、汚れを直す温泉巡りと参りましょうか。さあ、行こう行こう。カーがカーなんだね。そういうあれなんだ。口癖なんだね。ヨッシークラフトの時そんなね、記憶ないんだけどな。昔はよくおんぶしたものですよ。あー、それはね、草むしり手伝ってくれてありがとう。むしってたのか。あー、木を拭いてるの。あ、ごめん、間違えた。絶対サボってたよね。マリオさん、僕たち借金に追われています。あるものを1万個で買ってもらえませんか。買いません。ケチだな、買ってやるよ。うるさいな。わかったよ、買うよ買うよ。天空小僧の足湯、助かります。マリオさん、やっぱりいい人だ。そのいい人をやっつけてるんだよ、お前らは。わかる、気前がいいとかじゃなくて、君たちのためにじゃないんだよ。ね、わかる？てか、いい人だからね、僕はね。まったくもう。さ、お礼目。あ、積年の恨み。いや、ヨッシーワールドの時は散々やられたからね。いつもより湯気が多いような。暑いのか。オッケー。何が？
よし。まあコインが見つけたから行ってみたけど当てたみたいだね。さて、いや、違うね。うん、違うね。もう、わかんねえな、こういう時はね。弱ってはいるが、アイテムもちゃんと装備しないとね。あとは意外と折り紙兵がどこそこいるんだね。さあナイス。カメイクめっちゃ強えじゃん。まあ温泉入れば回復できるからね、あんまり気にせず。あ、やっぱ魔法不発もあるのか。今までが確率よ、良かったんだね。さ。まあ、無事倒した。さ、これで、OK だね。こんなもんかな。ちょっと熱々の温泉に入ってみたかった気もするけど、まあまあよしとしましょう。よーし、俺なんてすっきり直してやる。どうですか、坊ちゃん。あ、ほんとだ。折れてなーい。おー、綺麗になったね。さてさて、まだまだシワが汚れが残ってますと。そうだね、複数残ってるからね。かー、どうしました、オリビア君。魔力、オリビア君の様子が変ですぞ。すぐに指根から出しましょう。まあだいぶ皮かかったからね。オリビア君の折れ目が、折り目が消えて折り紙がただの紙になりかけてる。これは大変、なんとかしないと。ここの折り目はどうでしたかな。折り紙は難しいですな。いやー、カメック結構うまく折ってるぞ。オリビアっぽくなってきた。不安でしかない。どうでしょう、こんな感じだったと思いますが。カメックさん、ありがとう。あ、すげえ、ちゃんと元通りになってる。ふう、折りにくく温泉に入りすぎたら折り紙は危険ですわ。あ、でも折り直されて、おかげでリフレッシュできたみたい。カメック様、この度折り直していただき、誠にありがとうございました。くくく、これはまた随分と折り目正しくなられましたな。そうか、てっきり変なのになると思ってたんだけど。さあ、二つ目 OK。 温泉いいな。背筋が伸びた気がするぞ。折れ目が治って姿勢も良くなりましたね。丸めてるけどね、今ね。ちゃんと掃除してる？履いても履いても我が暮らし楽になりならざり。いいもの、はいはい、買う買う買う、もう。うなばらたわ。
ありがとう。これで少しは楽になります。マリオ、気前いいじゃん。だから、君たちがね。君たちがね。わかる？まったく。ジャングルの湯。さあ、スルーしていって。あいつサボってるな。あ、見つかった。せっかくのんびりしてたのに。邪魔だな。はい。ほう。これで。あー、なんか買えるね。24,800円。やべえな。いるよいるよ、そこいるよ。至るところにいるね。あそこまでどうやって行くんだろうね。ここからかな。お客様、入湯券。何？入湯券って何？ペラペラだからこんな細いところもお手の物。あ、そうだね。水神様の立像。あれ、どうしよう。邪魔。痛いよ。お客様ね。お客様ではないんだけどな。じゃあちょっとこちら側行ってみますか。神殿の湯。しわくしゃくしゃ。まあ、ちょこちょこコインが手に入るのはそういうことか。見えないところもしっかり拭けよ。俺持ち上げるんで。おお、入ってるね。あ、甲羅がある。やったね。ブロックゲット。やたらコイン手に入るな。ここ、もう一杯。どっか行け。全然いっぱいには見えないけど。マリオさん、端っこの方でいいから入っちゃいません？めっちゃ入ってたしかもクリボーごとき。さあ、ジャンプ。まあ、クリボー、そうだね、最初の敵だしね。まあ、ボーナスステージというふうに思っとこう。お金がもらえるからね。ラストウェーブ。2階かな。そういうことか。お？こう合ってるよね。3回じゃないんだ。
ハンマーで潰しておこう。3回か。まあいいか。ジャンプ。あ、ありがとう。まあまあまあ、結果お笑いだね。ずっこけ。こけてるほどでもなかったけど。よし、これで、浸かろう。さて、シワなんて全部取ってやるよ。くしゃくしゃだもんね。どうですか、坊ちゃん。おー、きれいきれい。じゃじゃーん、どうだ。おー、シワがきれいに取れて、パリッとしましたな。私は手の指がしばしばだけど、お風呂入りすぎたかな。さて、残るは汚れですな。坊ちゃん、空を飛べるようになるまで、あと少しの辛抱ですぞ。そうです、スタンプ、スタンプ。もうお風呂ばっかりで飽きてきたぞ。さあ、早く次のとこへ連れて行け。さあ、三つ目。押したんだけど、シワが消えて若返ったかな。まあ確かにもともと若いはずなんだけどね。ジャングルの床、こっちか。じゃあさっきの穴は何だったんだろうね。さあ、ジャングルの湯と、ちなみに、これに乗ると、お宝だー。やったね。めっちゃコインが。1万コイン。いや、1万歩か。風呂桶。あ、すごい。1万歩歩いたら、あれ、万歩計はお金がもらえるんだね。あ、すごいね。一気に3万円になった。あら、黄色いムーチョ。サボってないぞ。足を滑らせただけだ。そうか。サボってるようにしか見えなかったが。ジャングルの湯、への道。への道だね。ワイルドな温泉。足元に十分お気をつけくださいと。ジャングルだね。あの上か。あの木何の木、気になる木ですわ。あー、日立やね。あの木何の木、気になる木になるやね。まあ上にありそうな感じだよね。ん？その橋がないっていうね。ガーン、どうしていつも橋ばっかり壊れてるの。大きな木が気になるのに、これじゃあ向こうに行けないですわ。おや、橋の向こうに道がありますぞ。ってことはぐるっと回れるのか。さ、抜け道を探そう。あー、もうそんな温泉に入るのにめちゃくちゃ汚れるね。さあ、草をかき分け。めっちゃジャングルやなぁ。ひゃー、草とか木とかいっぱいで、まるでジャングルみたいですわ。だからジャングルの湯なのでは？ここを抜ければ橋の向こうに出られるかもしれませんな。あ、向こうに抜けたところでよ。ねえねえ、道が二つに分かれていますわよ。
マリオさん、私こっちの道がいいと思います。なんとなく折り紙の勘です。キキキ、私はこちらだと思いますがね。さあ、どっち？すまんな。やっぱこっち、だね。え、ほんと？そちらですか？まあ、マリオさんもこっちって思ってくれたならこっちなのかも。え、今ガサガサって。何かしら？気のせい？サムラすげえなぁ。また新しい分かれ道に来ました。クククということで、やはり先ほどの分かれ道は私の選んだ方で合っていたと。あら、私の勘だと今度はこっちですわ。あ、話進むのね。今度はどっち？ごめん、こっち。はいはい。それじゃあ行きま。じゃあ右側行ったらどうなるんだろうね。よーし。獣道を進んでいった感じだね。どっちもどっちな気はするんだけど。おお。ひえ、ごめんなさい。こっちの道、外れでしたわ。折り紙の勘、この外れの勘を引いたのかも。ああ、で、外れるとちょっと敵が出てくるという感じだね。ああ、楽そうなの持ってるね。整列しかもしないと多分ダメなんだよね。強カード。で、君か。ウェーブだからあと1回だね。あ、そうだった。この子あれだね。変わり身したね。ありがとう。ジャンプだけだったな、そういえば。これが困るんだよね。毎回思うんだけど。でしょ？わかんないんだよね、今のがね。
さ。あと2体。さ、マリオのブーツで。あと1回かな。カメックの攻撃率はすごいね。よし、じゃあ次はカメックを信じてみようか。これでカメックも外したらちょっと面白いけどね。何回いる。あー、倒せはしないか。おー、懐かしい。よし、キラブーツでいけるかな。1体は倒せると思うんだよね。やっぱダメか。あとはハンマーで。お、いい感じ。強えな。攻撃頻度も高いし。ちーマジか。さあ、ぐるーっと回って。カメックの読みが当たってたっぽいね。さあ、デクニー。あ全く気づいてなかった。おお、ってことは反対側だったらここに繋がってたわけか。伝説のアイアンブーツ、すっごく強くなったと。使うことはあるのかな。お、広い場所で出ましたが、はて、道はここで終わりですかな。そうだね、なんか道が終わり的な感じだよね。さあ、パックン。そうだね、キラファイヤーでどうかな。まあ、それなりにって感じだね。じゃあ、こっちも攻撃しとこうかね。30超え!マジか。痛い。で、31でもダメ。あ、ほうきじゃないね。強いね。
さあ、倒した。そういうことか。さあ、ウェーブバトル。うわー、めんどくさそう。え、もう一回か。よし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 。キラーイアンで倒せるかな。最後にって絶対倒せないよな。さあ39。うわーマジか、耐えた。あー、やっぱちょっと残るんだね。まあ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 、ジャンプフフクッフーフーパックンか。結構要注意だね。さあ、ラストウェーブ。うん、わからん。揃えとくか。キラーアイスは？すげえ、45ダメ食らってもダメ。えぐいな。38だもんね。攻撃力上げないとなかなかきついか。さて次は。とりあえず踏んでおこう。いやー、パックンやっぱ強敵なんだね。この辺りで出てくるってことは強いもん、普通。やばい、あと59か今。まあアイアンブーツで軽く踏んでみましょう。お、いい感じに。回復しよう、ちょっとだけね。そしてキノコをゲット。
おお、階段ができた。ほい、ワンワーン。危な。うわー、なんですか今のやつ。恐ろしいやつ、恐ろしいです。お前らの味方だろか。あんなのに噛みつかれた我々も一瞬で噛みっぺらですぞ。マリオくん、これは気を引き締めていかないとまずいですな。そうだね。犯人はやつだったか。ほい、くっ、さて3でしょ。だよね。はあ、これが一番苦手やな。これね、結局一緒でしょ。そうなんだよね、結果ね、結果ね、こうなるよね。倒せたんだよね。いや、なかなかきついっすな。魔法でサクッと。お、分身タワー。まあ一人なんだけどね。さあ24ダメで、あー、ミスったね。カメックの攻撃力上げとこうかな。意外と便利だよね。さあアイアンブーツも使っちゃおう。いやー、温泉に入りに来ただけなんだけど、えらいことになってるな。そしたらアクセサリーを、あ、ちゃちゃちゃ、現在600一歩とかあったけどにゃーろ。よしよしよし、これで、お、セーブポイント来たね。もうちょいかな。かあ、また分かれ道ですぞ。今度は3つか。真ん中。あ。ああ、坊ちゃん、これ遊びじゃないですぞ。私たちの運命を決めるこの大事な選択を遊び半分で決められません。じゃあ、私この缶、私の缶はこっちかな。やれ、私はこちらですかね。やれやれ、真ん中、こっちかな。じゃあ真ん中行きますか。はいはい。わかりました。まずいですぞ。まずいですぞ。何がまずいのかな。まあ大体、コクッパのね、言うことは当たらないからね。さあ、行き止まり。
マジで？ゲームオーバーなんの？じゃあちょっと、ハズレに外したオリビアを最後信じてみますか。ホラーゲーみたいになってたじゃん。はい、じゃあこっち。もう勘だけが頼りです。まずいですぞ。まずそうだよね。お？やはり。ほらほら、勘など当てにするからこうなるんですぞ。ですよね。まあまあまあ、そうなるわな。さあ、やっぱカメックだったね、ずーっとね。さあ、左。はいはーい。じゃ、行こう、カメック。わかりましたわーって。お前らもこっち死んでるからな。おお、危ない。やばいやばいやばい、逃げろ逃げろ。よしよしよし。ワン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 、そういう形で出てくるか。やばいやばいやばい。おお、あー、恐ろしいやつ、恐ろしいやつ。私、恐ろしすぎてちゃんと見れません。かあ、さっきからガサガサしてたの、やはりこいつか。見境なく襲ってくる危険なやつですよ。ほら、このでかい口。どうやら隙間にはまって動けないです。ささ、今のうち行きますぞ。あー、倒せないんだ。よし、行こう行こう。おー、回ってこれた。わー、やったー。やっと橋の向こう側に来れましたわ。よかった。ところでカメックさん、分かり道を全部カメックさんが正しかったですわね。どうして分かったの？すごいですわ。確かにそうだ。魔法でも使ったのか？魔法？いやいや、違いますよ。私はただ、君たちが選ばなかった道を選んだだけです。まあ私は昔から危険を察知するのは得意でしてね。クククククク。当てにならんってことよ。ポジティブやな。よし、アイテムはないね。さあ、これでやっと温泉は、おっきい木つきましたわね。すごいすごい、デクジーさんもかなわないくらいおっきい木ですわ。キッキ、おや、あの島から水が流れてますが、あれが温泉ですかな。あんな遠いところまでどうやって行くのか。見てください、あそこにはしごがありますぞ。ひとまずあれでこの木に登ってみれば状況がわかるかもしれませんな。でもこのはしご高すぎて届きませんわよ。どうしたらいいのかしら。はい、ということでちょっと霧がいいんでこの辺りにしましょう。まあ結構ジャングル長いね。ははは。はい、次回はこのジャングル温泉続きやっていきたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、また。